日本山梨県甲府市中央中央は山梨県甲府市の地名。現行行政町名は中央1丁目から中央5丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は400-00032。甲府市の中心街である丸の内地区の南東側に位置している。東西にまたがって上東通りが通っており、 通りの北側に2丁目と3丁目、南側に1丁目、4丁目、5丁目となっている。特に1丁目は、丸の内1丁目と同様に、甲府市の中枢的存在であり、日本銀行甲府支店をはじめ甲府地方裁判所や、甲府警察署などが連なり、また、カスガモールや、甲府銀座通りなどいくつもの商店街が存在する。かつては、 山梨県内最初の百貨店である松林県デパートが存在したが老朽化により取り壊され現在はビジネスホテルとなっている。江戸時代には西木町にあたる一丁目や県金受町にあたる二丁目は甲府城にの堀閣内の武家地で追手門前にあたり甲府藩主柳沢家臣武家屋敷や江戸後期には甲府近番追手て役宅や役園、学問所である。 起点館などの施設も所在していた一丁目にあたる横金寺町の浄土州寺院、関係院には、漢文書年頃に時の金が設置されたと考えられており、法営5年に阿多ご町へ移転されるまで、地方や返事の放置を行っていた。二の堀角外の二丁目から五丁目にあたる魚町や柳町、八日町などは、甲府城下町における政治的、 経済的中心地であった。特に八日町には、考察場や甲府町としより、坂田家の屋敷などが存在し、府中一の良きところ、恨み寒話と呼ばれ、甲府会物読案内では、甲府繁盛の図として八日町の賑わいが描かれている。また、南側の緑町には、芝居小屋である亀屋座が存在した。江戸後期には、 甲府城下で大通りを幕へで飾る、甲府道祖神祭礼が成立し、甲州街道沿いの八日町では、歌川義虎、和歌名将殿の幕へなどが飾られた。魚町は、中央二丁目から五丁目にかけて存在した。魚町は、南北通り沿いの町人地で、魚介類や乾物を扱う商人が集中したことに、由来する。諸国道中商人館によれば、 タバコ問屋の村、田谷善十郎や水菓子問屋の上ズや長江門、薬酒屋の早川元奈々らの豪商が店を構えた。広州街道沿いの洋日町や魚町、劇場の存在した、緑町などは、料理屋が多いことでも知られる。江戸時代後期の開国には、中道王館や藤川周雲を通じて、駿河、相模方面からの海産物が多く輸入されていた。 魚町二丁目には1892年に甲府王市場が開設し、戦後の1973年に甲府四国母に甲府中央卸売市場が開設されるまで甲府近郊における海産物流通の中心地であった。江戸時代には中央二丁目の境町に甲府城下町における呂が存在しており、介の国史によれば呂板は三井市。 藤間が立市の漁師が代々勤めていたという。近代には、甲府城の旧角名や、武家屋敷にあたる、西側の丸の内地域が新市街として開発され、地域の中心も西側へ移る。横近獣大神宮拡幅工事以前の上町通り2018年8月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。